できました。でも、まあ、まずテーマを決めるわけですね。でテーマが決まりましたら、あの、私がどんな仕事をしてたかなんですけれども、例えば、まあ、漫画だったわけですけど、普通の漫画雑誌とかですと2人で制作するってことはよくあるわけですが、よくあるのは多分原作者と、漫画家っていう形だと思うんですね。まあ両方漫画家、まあ、絵を描く人と原作者で話を考える、話を考える人と絵を描く人を分けるってことがよくあると思うんで、あの私と小林先生2人ってことは、そういう私が原作者なのかなと思う方もおられるかもしれないんですけど、原作者ではありません。 あくまで監修で話は一切作って、この監修というのは、その漫画においてこの専門的な描写が正しいのかっていうのをチェックするっていうジョブですね。そうですね。だから文字通り監修っていったら一つあり得るなと思うのは、もう全部あの小林先生が漫画の最初の案を全部作って、でこの数学合ってるか見てくださいって、まあ、むしろ監修としてはそっちの方がよくあるんじゃないかなと思うんですけど、変わった点としては数学で扱うテーマは私が決めるという感じ。最初にテーマを私が決めてしまって、でそのテーマを解説した資料というものを作ります。でその資料を編集者経由で小林先生に送って、小林先生はその資料を読んでから、あのお話込みで漫画を作られる。で漫画を作られたら、まずネームの形で、編集者を通じて私にあの PDF でネームが届けられるので、まあラフなやつですね、漫画の。だからこうまさか自分は数学の研究をしてきてネームをチェックする仕事をするなんて思ってなかったんですけど、しかも面白いんですよね、漫画が。だからネームを見て笑うっていうのがこういい仕事だなと思いながらやってたんですけれども、あのでそこでこう、私の意図通りになってるかみたいなのを、まあ、普通の監修作業をして、で、ここは直してほしいみたいなのを送って、でちゃんとしたあのペン入れっていうんですかね、そうですね、ネームだと実際にペン入れしたものを作業があって、うん、作っていただいて、そのゲラがまた届いて、もう一回チェックして終わりって感じなんですが、今日特にあの強調したいのが、その私が作成した資料がいかにひどいものだったかというものを皆さんにお伝えしたいんですけれども、あの今日持ってきたんですよね。でまず最初1話目は4月号がサブライム数だったんですけれども、そのサブライム数の、資料はですね PDF3 ページでした。で確かこんあの編集者の方にこういう風に作ってくれとは言われなかった気がして、とにかく私に一任されたで、私が思う漫画家の先生に渡す、だ漫画家の先生に読んでいただいて漫画にする、だか今から皆さんに送る資料を見て、あなたたちが漫画家だと思った時にこれを見て漫画にしなさいと言われていると想像してほしいんですけど、あの資料を前の方がちょっとあの一部しか持ってきてないので恐縮なんですけれども、あの回していただきたいなと思います。数学の資料って、まあ、そのまんまですよ。今回の資料ですと、それがまあ来るんですけれども、まあ、こちらとしてはもうこれで漫画を作れと言われているのでも作ると。本当に申し訳ない。そのためには理解しなくちゃいけないのでするっていうのは、いや全然順番の理屈なんですけど、本来私がやるべきだった仕事っていうのは、その漫画家の先生というのは数学の専門家じゃないので、数学の専門家じゃないというのを分かりやすくあの、資料を作成してあの漫画を作っていただくというのが本来の形だと思うんですけど、あろうことか私が作った資料がもう数学者に読んでもらうことをあの前提としたような、完全にこう数学の資料だったんですね。料理でいうとあの魚が一匹来てるわけですよ。知らない魚がちょっとさばいてどう美味しいかちょっと見てくれっていう。本当にだから漫画家資料を取るところからこちらわけです。漫画家資料まれに見える大変な作業だったんじゃないかと。本当によりによってこっちが出す話も狂ってますから、何の相談もなしにあのネームが言ってますから、大丈夫なのかなと思いました。いや、ま、逆にそのあこの資料からあの漫画が生まれたんだっていうのもすごく驚きなので、そこら辺も皆さんにこう楽しんでいただきたいなと思うんですけれども、すごかったです。2ページで話作るのって逆に難しいですよね、どう考えても。めちゃくちゃ難しいと思います、いや本当感心してるんですけど毎回。多分理屈ではできるんですよ、漫画ってその、余分な情報をどこまで削っていくっていう作業なので、大体の作家さんって削りすぎてゼロにすることができるんですよ。
だそこまでどこまで持っていくかっていう話は、まあ、入るは入るっていう。だって普通キャラクター紹介とかもしないといけないわけで、でその中で話を聞いて、で最後オチまでつけるっていう。例えば僕あのサブライムスはですね、本を持っている方は6ページ目なわけですけど、その 1,2,3,4,5,6,7,8 コマ目でもう爆笑するんですね。私なんかこう1ページ目でこうもう笑いの要素を入れてるというのも天才だなというふうに思って、しかもやっぱり単行本化の意義ってあったと思うんですけど、とか普段普通の漫画本を読んでる時もそうなんですが、連載で読んでると結構ストーリー忘れるんですよね。でもこう単行本で一気に読むと、あ、こういうふうにつながりがあったのかっていうのが分かったりするんですけど、話把握してるの絶対自分だけだと思う。数学セミナー雑誌でこう話把握してる方はいなかったんじゃないかな。そういう雑誌じゃないですか、ね。ええ、いかに私が把握してないかっていうと、全部終わって整数単が2も含めて連載が終わって、でちょっと対談をする機会があったんですよ。でその時に整数単っていうのは不思議の国のアリスなんです。そうですね、ええ、いうことを言われますよ。あ、そうだったんですね。毎月ネーム読んでるんだけど分かってないっていう、読解力がいかにないかっていう。各その数学的対象がテーマモチーフなので、まあ、あまり連続っていうよりかは何でもこうバラバラに出会う話の方が座り良さそうだなと、うん、いうことで、そういうキャラとか手付けになっていまして、あとはその時たまたま自分が擬人化やってみようっていうブームだったので、やったらどうなるか、まあ、うまくいったらわかんないですけど、整数擬人化漫画って他にありますかね。多分探したらあるんじゃないですか。探したらこういうの探せばあるかもしれないんですけど、なかなか珍しいと。その数の特徴っていうものを視覚に落とし込むのがなんかあんまり綺麗にいかないんですよね、うん、結局受信数から見た形だったりするし、あ、いや、そうなんですね、どこでフィックスするのかっていうのがあるわけですよ。なんか僕博物館とか好きなんですけど、数学科学館とかも好きなんですけど、数学コーナーって少ないんですよ。で数学コーナーに行ってもやっぱり幾何学的なものはこう視覚的に分かりやすいので展示物とかが多いんですけど、私が好きな整数ってもうめちゃくちゃ抽象的で、それをこう視覚化するって非常に難しいんですよね。そこも大変難しかったと思うんですよね。で、いやだから、でもそもそもこれが数学セミナーの歴史の中で漫画初登場なのに、もう第9話とか見たら地獄に行ってるんですよね。でもうで、だから多分それだけ見て一体何のストーリーなんだって全然わかんないわけですけど、単行本化されたことによって連続してみるとちゃんとストーリーのつながりがあって、そこには非常に感動します。ロードムービーに近い形ではある、うん、とりあえず移動すればなんか話が起こったように見えるっていうのが一個あるんですよ。見える。それでやっていくと自分が大体すぐなんかこの世ではないところに行ってしまう癖がある。大体この辺でもうね、足行くだろうなって感じだったんですけど、いや第6話とかも結構エグかったですよ。あ、じゃあ私一番好きなキャラクターは第4話の、私が一番好きなキャラクター第4話なんですよね。第4話のですね、39ページの12232の31172165乗足す1ちゃんが好きですね。これ体のどの部分なんですか。どこでしょう。大きいんじゃないですか、わかんない。いや、ちょこちょこ可愛く出てくるんですよね。あ、今日僕どうしても聞きたいなと思ったこと、はい、今思いついた、思い出したタイミングで聞きたいんですけれども、第1話から12ちゃんというのが出てきます。結構メインキャラクターなわけですよね、でこの12ちゃんと、表紙の12ちゃんの なんと表現したらいいんでしょうか。そのサイズ感が違うような気がするんですよ。やっぱそのマスコットキャラなんでどんどん丸くなってくるんですよ。あ、その伝えたいイメージっていうものに寄っていくんですよ、連載やってると。っていう言い訳ができるんで、ワンピースでいうチョッパーが最初に出た時と最近では全然違うみたいな。ったっ、あ、そういうことだったんです。これぜひ聞きたいなと思ってたんですけど、あ、なるほど。言い方が全然絵柄が安定したいって話なんですけど、いえいえいえ、私の書きたいこと、私が書きたくてたまらないことを、その3つの企画を利用して実現したかったわけですね。だから結局好き勝手書きたかったんです。で結果好き勝手書いてます。でもこう世にも奇妙な本が
出来上がって、私が好き勝手書くとかなり難しいんですよね。これ小学生でも買いそうじゃないですかけど大学生でも読めないんですよ多分私が好きな数学を好き勝手書いているの でそれはさすがに小規模出版で許されるはずがないと自分でも思ったんですね。これどうしたものかって、読者のことを考えるのが小規模出版の基本なので、どうしたら なんとかこう読者のためになるかな、配慮したことになるかなってこう知恵を絞って、ある時思いついたのが4つのセクション構成なんです。で漫画があって、でその後、数学的解説というセクションがあり、各話ごとにセクション構成があって、数学的解説、補足説明、研究課題というセクション構成にすると、こうすることによって読者の皆さんが今ご自身での今の、数学力といいますか、楽しめる部分だけ楽しんでいただくっていうことにすれば、読者層を広げることができるんじゃないか。すべてに勾配をつけたんですよ。そういうことですね。すべて自分のやりたい放題にやると、もうめちゃくちゃこう絶対同人誌でしか売れないっていうような読者の層になってしまうので、でもこう漫画だったら読めるって、漫画だったら数学はちょっと苦手だけれども漫画だったら読んでみようって思える方は多いと思いますので、そういう方にはまず漫画を読んでいた。けどやっぱ結構この2ページで数学も盛り込んでるので、これだけ読んでもどういう数学なのか分からないという人もいると思うんですよね。で、そこで数学的解説でちゃんと解説して、そこで納得していただけたらいいなと。でも実は私自身の数学の好みがございまして、私証明が大好きなんですよね。証明があってなんぼだと思ってて、やっぱ数学の定理があっても騙されてるかもしれないんで、証明を読んで理解して、あ、正しいって納得するのは好きなんです。だから結構私は数学の芸術的側面といいますか、これまあありふれた言葉ですけど、美しいなみたいな感じるのは好きなんですけれども、ただ定理を鑑賞するだけじゃなくて、その証明を鑑賞するのが好きなんですね。でもこう一般の方は多分そうじゃないと思うんですね。証明なんて難しくて読んでられるかと、事実だけ教えてくれっていうのがあると思うんですけど、そこを数学的解説の部分ではまず事実説明だけをして、で補足説明というところで好き勝手証明を書くって分けることで、一応理由付けができて、で私のやりたいようにできると。でこう補足説明本当に気に入ってまして、補足説明でやりたかったことをやることができたんですが、私の好きな漫画本に「寿司国編」っていう漫画があるんです。これなんと小林先生の代表作なんですけれども、もう最高の漫画で、寿司が1ページ目しか出てこないんですよね脱線の極みなんですよ。こうどんどん話が脱線していくといいますか。で憧れてしまいましてそれを私もやりたいなと思ったんです。で補足説明めちゃくちゃ脱線します。特に気に入っているの9話だったかな。もう補足説数学的解説では絶対漫画に書いてある内容しか説明してないんですけど、補足説明では全然漫画に書いてない、私が語りたくてたまんない数学ばっかり書いてるっていう、その脱線に成功したのは本当に良かったなと思ってるんですけど、一番僕が気に入ってるのは研究課題っていうセクションで、読者への課題、問題があります。演習問題がぜひ皆さん解いていただきたいんですけれども何で笑ってるんだろう。ですね、やっぱり問題集ついてる方がいいと思うんですよね。で、いろいろ課題があるんですけれども、1話あたり例えば平均して3問あると仮定って、数えてないんですけど平均して3問だと仮定すると、12話で36問あることになるわけですが、1問も答え知らないんですよね私で読者層を広くっていうことなんですけど、数学者にも読んでもらいたい、プロにも読んでもらいたくて、やっぱりこれ関さん一般向けの数学書書いたんでしょ、だったらプロである私は読まなくていいやと思われるのが嫌で、プロ数学者でも楽しめる本を出したかったんですよね。で研究課題でいっぱい僕 の好きな問題いっぱい出してるんですけど、全問未解決問題でもう1問目から気が狂ってるんですよね。その1問目がメルセデス素数は無限に存在するかっていうやつで、これ2000年以上未解決問題でまず大学では絶対手を出すなって言われるので
いやもうこれ見た瞬間にはこいつやっちゃったなみたいな思うんですけど、とにかくその変な本が作れたと思います。でその前書きを私が担当して、後書きを小林先生に担当していただいたんですが、後書きがもうあのもう初っ端変な本だったでしょうってなっていて、あ確かにこれ変な本だと思って、僕これすごくいいなと思ったんですけど、あの 変なものを作るのに意地を張っているということですね。誰もまともな人がいなかったんで。